可愛くてムチムチなキャラクターがファンを虜にする。僕のヒーローアカデミア、あなたが好きなキャラクターは誰ですか？アラサーなのに猫メイド姿で戦うマンダレイ。ということで今回はヒロアカスピンオフビジランテに登場するお尻丸出しヒロインポップステップについて解説していこうと思います。この動画はビジランテ最終話までのネタバレが含まれるので概要欄のジャンププラスアプリで読んでから見てね。この動画を見終わった時あなたは堀越先生の性癖とは真逆のキャラデザだなぁと思っていることでしょう。それでは行ってみよう。本名羽山和穂、ビジランテ名ポップステップ、身長158センチの5月28日生まれ、普段は冴えない中学1年生です。おしゃれになりたいお年頃。素顔を隠し小悪魔風のコスチュームで夜の街に現れ、ポップステップというアイドル名でゲリラライブを繰り広げている彼女は、一部のアイドルオタクから熱狂的支持を受けている地下アイドル的存在なのですが、特定のアイドル事務所には所属しておらず、神出鬼没にゲリラライブを繰り返している迷惑系アイドルとして警察からはヴィラン扱いされています。軽犯罪ヴィラン。中学生ながらもかなり露出度の高いコスチュームでド派手にライブを繰り返すポップステップの時とは違い、普段はボサボサの頭にメガネをかけたどうも垢抜けない女子中学生として二重生活を続けているカズホは、暴漢に襲われたところをビジランテの主人公ハイマワリ高一に助けられたことがきっかけで、高一と高一の師匠のナックルダスターと共にナルハタの町の平和を守る非合法ヒーロービジランテとして活躍するようになります。個性を使ってヒーロー活動するのはヒーロー免許が必要だから、無免許でヒーロー活動する高一たちはやってることはヒーローと変わらないけどヴィラン認定されているんだよね。冴えない大学生の高一と完全に不審者なナックルダスターに代わって、アイドルとしての知名度と抜群のコミュ力を生かし、ヴィランの情報収集や市民の避難誘導を主な役割としているポップは、追跡と時間稼ぎの高一、ヴィラン退治のナックルダスター、避難誘導のポップステップと非常にバランスの取れたチームとして徐々に民衆から支持を得るようになっていきました。ヒーローとビジランテを分ける条件は市民からの支持率が重要って言われているから、ポップが入ってくれたおかげでビジランテ活動が認められている感じもするよね。ポップステップはどんな個性を持っているの？彼女の個性は月面を跳ねるように高くふわりとジャンプすることができる跳躍です。結構地味な個性だね。戦闘には不向きな個性ではあるものの、機動力は高く、これまで何度ゲリラライブを繰り広げても一度も捕まっていないことから、彼女にとっては天性の個性と言えるでしょう。まあゲリラライブも迷惑行為ではあるけど、ヒーローが捕まえに来るほど悪いことじゃないから捕まっていないのかもね。物語の中盤で地元のご当地アイドルとして活躍するようになった際は、ライブでもこの個性は役立っており、縦横無尽に飛び回るパフォーマンスに観客は大いに盛り上がり、ご当地アイドルとしての人気を集めていくことになります。お茶子とユニット組んだら人気出そうだね。この個性に弱点はないの？基本的には戦闘向きではないため、対ヴィラン相手では逃げるくらいしかできないという点と、自分の意思に関係なく落下した場合は個性が発動しないという大きな弱点があります。自分でジャンプしないと個性が発動しないのはかなりのデメリットだね。機動力に特化した個性のため、本来であればサポートに徹するポップですが、物語の後半でヴィランに体を乗っ取られ、鉢型の爆弾を操る個性を植え付けられたポップは、縦横無尽に飛び回りながら広範囲を爆撃する攻撃手段を手に入れたため、波のヒーローが束になってもかなわず、エンデバーと炎のサイドキッカーズが対応に当たるなど、作中でもトップクラスの凶悪さを持つヴィランに変貌しました。高速で飛び回る爆撃機だと思ったらめちゃくちゃヤバいヴィランだよね。ポップは仲がいい人はいるの？非合法アイドルとして中学生の頃から活躍するポップですが、彼女が幼少期から思いを寄せるハイマワリ高一、プロヒーローながらもポップの友人として彼女を裏から支えるミッドナイト、ポップの敏腕マネージャーで恋のライバルでもあるスカウチ誠の3人が最重要人物なのではないでしょうか。高一とポップはどんな関係なの？もともとは地下アイドルとして街中を飛び回り、キラキラしていたポップに憧れていた高一はヴィランに襲われていた彼女を助けたことで知り合いました。その後は高一の師匠
ナックルダスターも含めた3人組の非合法ヒーロービジランテとして活動するようになります。初めての出会いはポップのライブを見ていた観客だったんだね。高一は覚えていないのですが、実は2人はもっと昔から出会っており、本当の初対面はポップが幼少期の頃にまで遡ります。かなり昔から知り合いだったんだ。個性の扱いがまだうまくできておらず、側に落ちてしまったポップを UA 高校の入試試験に向かう途中だった高一が側に飛び込んでポップを助けたことがきっかけでした。ポップを助けていたから入試に間に合わなかったけど、高一も本当は UA 生になっていたかもしれなかったんだね。命を助けてもらった高一に好意を寄せていたポップは、その頃から高一に淡い恋心を寄せていたのですが、男の子を助けたと思っていた高一が彼女の存在に気づくはずもなく、何事もなく3年間をビジランテ仲間として過ごすことになります。かなり長い間一緒にいたんだね。高一が大学4年生、ポップが高校生になった頃、塚内警部の妹である塚内誠が高一に告白したことで、焦りを感じたポップは自分の気持ちに素直になろうとするも、誠からもらったネクタイを嬉しそうに自慢する高一を見て自信喪失してしまったポップは、その喪失感をオールフォーワンの実験体であるナンバー6につけ込まれ、無理やり女王蜂の個性を植え付けられたことでヴィラン化してしまいます。初恋がこじれてヴィラン化してしまったんだね。高一自身も自分の本当の気持ちに気づき、命を懸けてポップを守ったことがきっかけで2人の関係は急接近し、高一がアメリカでヒーローとして活躍している今も交際は続いているようです。ビジランテの時系列はヒロアカ本編開始の5年前だから、今は高一が28歳、ポップが22歳くらいだとしたら、もしかしたら結婚してるかもしれないね。ミッドナイトとポップはどんな関係なの？非合法に個性を行使するビジランテのポップとヒーローとして活躍するミッドナイトは本来は敵対する関係にあるのですが、柔軟性のあるミッドナイトはポップたちのビジランテ活動を好意的に見ており、陰ながらポップのことをサポートしていました。ポップのお姉さんみたいな感じなんだね。ビジランテの時系列では20代半ばのミッドナイトですが、中学生のポップと一緒に大学生に扮して合コンに参加したこともあり、教師としての側面が強いヒロアカ本編に比べて自由なミッドナイトの様子が垣間見えます。アラサーのミッドナイトが大学生に紛れてドンちゃんするのは結構はっちゃけているよね。物語の終盤ではヴィランに乗っ取られたポップをかばうためエンデバーを欺き、彼女の命を救うため眠りがで一時的に昏睡状態にすることで寄生された蜂を取り除く手術が成功し一命を取り留めています。ポップにとっては命の恩人なんだね。塚内誠とポップはどんな関係なの？一言で言うと恋がたきです。高一と同じ大学に通う塚内誠は才色兼備のスーパーウーマンで、大学生の頃から類稀なる詳細を発揮し、非合法の違法アイドルだったポップをプロデュースすることで短期間で人気ご当地アイドルに押し上げました。ヒロアカで初めて経営力の重要さを体現した人。スキャンダルまみれのアメリカトップヒーロー、キャプテンセレブリティや非合法なヒーロー活動を繰り返す高一たちビジランテのサポートをするうちに、日本を代表する敏腕ヒーロープロデューサーとして称賛されるようになった彼女は、キャプテンセレブリティのマネージャーとして渡米することになるのですが、誠のプロデュース力を失ったポップたちご当地アイドルはみるみるうちに落ちぶれていき、解散することになってしまいます。誠さんのプロデュース力がヤバすぎる。そんな中、高一に密かに思いを寄せていた誠は高一に交際を申し込むのですが、二つ返事で受け入れようとした高一に対して、ポップちゃんのこともちゃんと考えた上で返事をしてほしいと言われたことがきっかけで、高一はポップを意識するようになります。誠さんもポップのことが好きだから正々堂々と勝負したかったんだね。誠の告白を密かに聞いていたポップは自分の気持ちに正直に高一と向き合おうとしますが、誠からもらったネクタイを嬉しそうに自慢する高一を見て自信喪失してしまったポップは、心の弱みをオールフォーワンに突かれ女王蜂を寄生させられてしまったことでヴィラン化してしまい、高一と戦うことになりました。オールフォーワンは相変わらず弱みにつけ込むのがうまい。ポップを命がけで助けようとする高一の姿を見て身を引くことを決意した誠は、まだぎこちない2人を見守る敏腕マネージャーとしてその後も交流は続いているようです。高一とポップ2人の人生を大きく変えたのが誠さんだったんだね。
ポップは最終的にどうなってしまったの？非合法なゲリラライブを繰り返していたポップは、光一や誠たちと関わったことでアイドルグループを結成し、世界的なヒーローイベントに出演するなど大成功を収めますが、誠が渡米してしまったことで徐々に人気が低迷し、アイドルグループが解散してしまうことが決定したことを機に、もう一度ストリートから始めようと思い立ち、誠の後釜のマネージャーである六郎と二人でストリートミュージシャンとして活動を始めます。それだけ誠さんの力は偉大だったってことか。しかしダメダメマネージャーを装っていた六郎こそが、オールフォーワンが密かに研究していた脳無計画の実験体ナンバー6の仮の姿で、ポップの勘違いから失恋したと落ち込む彼女の心を利用したロックは、ポップを拉致監禁し女王蜂を寄生させ、爆弾蜂を操るヴィラン B ポップに改造してしまいます。光一への思いを悪用されたことで、破壊を繰り返す B ポップを警察やヒーローは危険な凶悪ヴィランと認定し、討伐隊が組まれることになるのですが、ポップを助けたい光一はヒーローや警察を敵に回し、単独でポップ救出に奔走します。エンデバーを敵に回してもポップを救うために飛び出していったんだよね。エンデバーやイレイザーヘッドの追跡を振り切り、ポップを救出することに成功した光一はミッドナイトにポップを預け、逃亡犯としてヒーローたちに狙われることになります。エンデバーやイレイザーヘッド、ベストジーニストやエッジショットに狙われても逃げ切る光一のポテンシャルがヤバすぎる。混乱に乗じてオールフォーワンはナンバー6の最後の実証実験としてオペレーションアノニマスを発動。ナルハタの街全域を巻き込んだ未曾有の爆弾テロを引き起こすも、光一にだけは感づかれてしまったことでナンバー6と光一の戦いが勃発します。他のプロヒーローたちはテロ被害の対処で精一杯だったけど、光一と師匠のナックルダスターだけが黒幕と戦ってたんだよね。極限の死闘の中、仮死状態だったポップの意識が光一の前に現れ、やっちゃえヒーローと励ましたことで今まで無意識にセーブしていた全ての力を解放した光一は、オールフォーワンも恐れる未知のパワーでナンバー6を撃退し、ナルハタの街に平和を取り戻すことに成功します。全力の光一ってオールマイトより強いかもしれない。ナルハタの街を守った光一でしたが、あまりにも強大なパワーで戦ったことで街を反壊させた責任を問われ、逮捕されそうになったところを帰国した誠とキャプテンセレブリティによって救われ、反強制的にアメリカに送られた光一はキャプテンセレブリティのサイドキックスカイクローラーとしてアメリカで活躍する様子が描かれています。ポップと光一はその後どうなったのさ？体を乗っ取られたことでリハビリ生活を送っていたポップですが、光一とは頻繁に連絡を取り合っているようで、二人の関係は今でも続いているようです。ということで今回はビジランテのヒロインポップステップについて解説してきましたが、いかがだったでしょうか？この動画が1000いいねを超えたら、他のスピンオフに登場するヒーローについても解説していこうと思うので、いいねとチャンネル登録よろしくね。それでは次回の動画でお会いしましょう。プルスウルトラ。